これをテレビでさ、タダで見れるってすごいよね。まあ、ラオスのね、ルアンバパーンって地区にあるまだ名前があんまりよく分かってないミートボール洞窟、ひょっとしたらそこがむちゃくちゃ大きい洞窟かもしれない。探検家吉田勝次がラオスで世界最大級の洞窟探検へ。しかし数々の試練が吉田に降り注ぐ。我々の生活はあの洞窟あってこそ、簡単に入っていい場所ではないのです。まず 60m 垂直に滝が落ちてて、そこを降りないといけないから。うわー、すごい映像。あ、魚。この洞窟はどこまで続くのか、行ってみないとわからない。まだ行けるぞ。このメンバーでさ、一生探検決めたいな、俺は。決めた。わー、嘘でしょ。もうこれ、この瞬間俺たちしか見れないし、この先誰も見ることはない景色だ。そこは人類未踏。クレイジージャーニー、世界最大の洞窟探検スペシャル。クレイジーでした。月曜夜9時。